オリコン TV をご覧の皆さん、小林太郎です。僕小林太郎は7月に、ファーストシングル鼓動をリリースしたばかりなんですが、なんと早くも11月6日に2枚目のシングルをリリースすることになりました。こちらの、2枚目のシングル、通常版と初回限定版に分かれての2タイプのリリースになります。初回限定版には DVD がつくよ。まあ、でもその DVD 内容はまだお楽しみということで、このシングルの表題曲と合わせて、詳細を待ってもらえればと思います。そして最近はもう本当に夏のフェスやイベントに、出たりとかライブしたり、まあそんな毎日送っているんですが、9月には対バンツアー、年末にはワンマンツアーを行うのでぜひ遊びに来てください。まず対バンツアーなんですが、東名阪3カ所で VS ショートツアーボリューム2ということで、対バンしながらこの東名阪を回りたいと思ってます。この対バンツアーは、まあ、勝負というか、その、まあ、普通のフェスやイベントもしくはワンマンとまた違った少ないバンドの中でこうぶつかり合うような、そんなヒリヒリとしたライブができればなと思って、ぜひ遊びに来てください。初日の名古屋は、アナザーサニーデーさんとクラネコチェルシーさんとやります。そして東京、これ渋谷エッグマンなんですが、ランクヘッドさんとやります。そして最後大阪は、ドルーグさんと、ワンライフクルーさんと対バンします。それぞれ本当に色も違うので、毎回毎回勝負するような気持ちでライブできればなと思ってます。ぜひ遊びに来てください。そして年末にはワンマンライブ控えております。ツアー2013ソルイソンブラ、という名前を掲げまして、このワンマンツアー東名阪以外にも、福岡と仙台回ります。対バンツアーの後なので、こちらもぜひ、お時間の合う方遊びに来てください。最後になりますが、先月僕の公式 Facebook スタートいたしました。ライブ情報はもちろんなんですが、9月に、対バンツアーで対バンしてもらうバンドさんとの限定動画も公開中ですので、ぜひチェックしてみてください。それではライブ会場でお会いしましょう。小林太郎でした。